話題騒然。今流行りの婚活に新たなスタイルを提唱。ドリフト壮行会を出会いの場にした車バカの野郎っぱちにはたまらない企画。お相手はこれまた車に興味あるなしかかわらずガチっこで出会いを求める女子たち。走って出会える一石二鳥な究極のイベント、そいつを今回レポート。アップガレージプレゼンツアイドル。曇り空の富士スピードウェイドリフトコース。今回出会いを求めてここへ集まった野郎どもアシストすべく、あの男がいやかしレポーターとして参戦。さあやってきましたアイドリー。なんとですね、女がいない野郎ども約25人がですねバーッと揃ってるみたいなんで、まずはチェックしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ今回のアイドリーなんですけども、なんと目玉の参加選手がやってきました。見てください、じゃじゃーん、こちらのマシンです。このマシンといえばドライバー、こちらの方、じゃじゃーん。千葉から来ました、37歳時田です。独身。独身です。いや、時田選手にはですねいろいろと思い出がありまして、実は僕恵比寿の時に時田選手が振られたとビデオで言ってしまったからためにですね、時田選手がですねフリーになったと聞いて、なんとかこのねアイドルに参加してほしいなと思ったら、自ら3ヶ月前から申し込んだということで。はい、そうです。あの心の傷は癒えたんですか？まあぼちぼち癒えてます。なるほど。カメラに向かって今日の意気込みを。頑張るぞ。さあ続いての参加選手なんですけども、時田選手に続いての第2の目玉、じゃじゃん、こちらです。おはようございます。 D1 ドライバーシードエース松川よっ。今日はライバル時田選手しかいないですから全然いけんじゃない。そうなんですよ、今日ね俺はシードだって言えますし、今日のマシンこれすっげえかっこいいじゃないですか。これレクサス。もうこの顔でまあ騙せれるかな。多分参加者の中で一番車が小綺麗になってますね、はい、さあこんな参加者もいます。じゃじゃーん、こちらの車見てください。なんとゼッケン19番、嫌な匂いがします。こんにちは。ちゃんちょちょうどやるんだフェアアウトちょばやちょちょちょ見て待て待て待て。ほら言ったじゃん、だからこういう参加者もいるって。これなんすか？あれ電光看板です。あれつくんつくんですか？あ、つきますよ。ちょっとつけてくださいよ。ちょっとカメラマンさん見てください。着いた。今日はガチで彼女をゲットしに来たんですか？あ、もうガチンコチンコっすよ、本当に。あ、ガチンコチンコっすよ。ガチンコチンコ出ました。こんにちは。お名前もしくはニックネーム。福島哲夫です。福島いきます、フルネームで福島哲夫です。まずは聞きたいんですけども、なんで S2000 でやる気がいいかなと。え、ちなみにお住まいは？羽田空港の近くですね。品川ナンバーですよ。ナンバーだけでみんな群馬とか山梨とか千葉とかだから、みんなつなぎですけど一番小切れです。やっぱ僕はちょっとつなぎ行ってこようかと思ったんですけど、ちょっとなと思って、ちょっとやっぱ綺麗さを。毎晩毎晩折戸さんの車をですね一緒に徹夜していたメカニックが来てます。じゃじゃーん、レーシング豊島くん。皆さんこんにちは、レーシング豊島です。レーシング豊島くんと付き合うとこんな特典がついてくるっていうのをちょっと教えてください。得点ですか？得点はそうですね、織戸さんの話を聞けるってことですよ。あ、お前と付き合うと織戸さんの話が聞ける。あの小話みたいなの。話。最後にですね、自己 PR をカメラに向かって言います。今日やりたい芸があるんでそれやるっす。だからこのコーラを一気飲みして、いつもなお世話になっている織戸さんありがとうございますって10回言います。 OK。 はい、じゃあ、いいか。はい、いいです。よーい、スタート。織戸へ感謝を伝えるべく懸命にコーラを流し込む豊島であったが飲めないっす飲めないっす。織戸さん、織戸さん、もうこいつはクビです。一方その頃、女性陣は渋谷のセルリアンタワー前からバスに乗って富士スピードウェイへ向かう。このバスを牛耳るのはこのお方。本日はアイドリにご参加いただきまして誠にありがとうございます。ということで皆様盛り上がってますでしょうか？イエーイ、女性陣可愛いこといっぱいじゃないですか。よかったね。というわけで今日はね、
ガンガンにアピールしていい男をゲットして帰りましょう。男作るぞイエーイ。というわけでね、これから皆さんの、それぞれプロフィールなんかを聞いていきたいと思います。まずはこちらのお二人にお話を聞きたいと思います。好きなタイプ、芸能人でいうとどんな人ですか？私は佐藤隆太さんみたいな元気なタイプの人が好きです。なるほどね、よく笑う感じの方ですよね。優しい感じの方。そして私最近肉食系がすごい好きです。おお、なるほどね。ではですね、こちらのお二人にもお話を聞きたいと思います。どうもおはようございます。おはようございます。2人とも可愛いですよね。別になんかこういうイベント参加しなくても十分彼氏ができそうなんですけれども、まずは今回どうしてこのイベントに参加されたんですか？ D1 グランプリを見に行ってまして、そのホームページをちょっと拝見して、私が今求めるもの2つが合致してるので。その2つとは？ドリフトと合コン。なんかこう彼氏に作ってあげたい料理とかありますか？オムライスです。かわいいですね。じゃあオムライスをこう作った体にして、はい召し上がれみたいなものをカメラに向かって一発いただいてもよろしいでしょうか？好きなケチャップで好きな文字書いてもいいよ。ハート書いて召し上がれ。あー、食べる食べる、おかわりくださいみたいな、その後お前食べるぞみたいなね、感じていただきたいと思うんですけれども、最後にこちらのお二人にもお話を伺いたいと思います。この二人はお友達なの？姉妹です。あ、そうなの。趣味は？車とバイクとキティちゃんです。車とバイクとキティちゃん、部屋とワイシャツと私みたいなね。あ、世代が違う、世代が違った、危ない。一段落し落ち着いた車内を再び姉さんが沸かせる。車をまあまあ皆さん持ってると、それだけでもね素敵ですよね。それで力強い二の腕で運転しちゃうみたいな。 あと外せないのはシックスパックですよね。ご存知です？ここ腹筋が6つに割れてることシックスパックって言うんですけども、これがないとね男はね、それをこう指でなぞる、これが趣味です。最近は、一人で飲みに行って酔っ払うとその場にいる男の腹筋を触るという、そういうことをしております。姉さんの私生活暴露が終わる頃、バスは野郎どもが待ち焦がれる富士スピードウェイへ到着。というわけでサーキットに着きました。女性陣どうですか？男性のリストチェック全部済みました？大丈夫ですね。もうニコニコじゃないですか。もうちょっとねもうハイテンションになりつつあるんですけれども、まだね顔が見えてないのでどういう感じになるかわからないんですが、とりあえず盛り上がっていきましょう。彼氏見つけるぞー、1、2、3、ザー。結構気合が入ってますということです。見ず知らずの男女がいよいよご対面。まずはじめはお互いの顔がよくわからないよう、男性陣にはヘルメットがかぶされる。なんかテンション高いもん。高いよ。なんかトホンコークじゃん。さあ来ました女の子。待ってんだよ。なんで振ってる、手振ってる。わー、イエーイ、皆さん待ってた。おー、結構本気じゃん。普通の子ですから。キャバクラじゃない、いつものお店の子じゃないですよ。降りる瞬間から勝負が始まりますので、しゃなりしゃなりと。私が一番だと負けてらんないんでね、こっちもね、私もね、皆さんに対してね。私はライバルですからね。いやいや、現れた女性陣、その先陣を切る姉さんにマサが一言。おっと、千風さん肩丸出しです。参加者と間違ってるんでしょうか？じゃあ行きましょう。じゃあ行きます。おーっていう感じですけど、この人リポーターか参加者か分かんないです。どうもどうも、お久しぶりです。やろうとも準備はいいか。参加者かリポーターかちょっとどっちか確認したいんですか？反参加者。なるほど。男女の距離およそ 100m、 見えそうで見えない中、マサが目ざとくあるものを発見する。みんな緊張感がまだ取れないような感じがする。特に右から2番目の方、
ポーズ決めちゃってます。なんかモデル立ちになってます。何なんでしょう。久々再会の両者、マサは気になることを確認。ところで千冬さん、千冬さんと付き合うとどういう特典があるんでしょう、うん、そうですね、私と付き合うと耳元でいろいろ支えてあげる。リアルこんなもんでどうでしょう。リアルっぽいですね。よろしくお願いします。じゃあ最後カメラに向かって今日の意気込みをお願いします、うん、はい、今日は、経済力があって、未来性、あ、将来性があって、それで何よりも私が好きな人、そんな人を探したいと思います。はい、なぜかリポーターの千冬さんがネイルでね今日決めてきたんですか。これ出る側じゃないのにネイル決めてきて、まず出る側みたいになっちゃうと思いますけどね。え、だって出るよ。出るね、出るね。はい、わかりました。